はタイム出るよ。ものすげえバランス高いよこれ。めっちゃ軽い。めっちゃいい。はい。めっちゃいい。めちゃくちゃいい。土屋圭一の辛口愛車チェック。はい。はい、というわけで、ね、はい、そう、今回ですね、辛口チェックする車はアルピーヌの A110 でございます。いいですね、はい、一番僕の好きな車ですね。いいですよね、はいはい、でご紹介してくださるのは旗の自動車の大友さんです。よろしくお願いします。お願いします。どうぞ。旗の自動車さんがどんなショップなのかちょっとね、うん、教えてください。埼玉県草加市にあります輸入車、欧州車中心に取り揃えている中古車屋です。なるほど、はい、あれですよね、 MF ゴーストの。あ、そうです、あの MF ゴーストに出てくる小型自動車のモデルにしていただいて、うん、と小型さん工場長なんかもうちの工場長がちょっとモデルになってたりという噂は。なるほど、はい、すごいですね、噂のショップということで、今回チェックするのはまあこのアルピーヌなんですけど、カスタムのテーマを発表してください。ヒーロー篠井サーキットレコード車両です。おお、とほう、また渋いところ来たね、はい、あ、でも社長の畑野さんがレコード持ってるんですよね、はい、そうなんです。去年この車で輸入車ランキングでレコード取った車両になってまして、私自身はラジアルタイヤ部門で3位という。すごいじゃん。すごいじゃん。それはすごいわ。ね、素晴らしい、はい。この車自体がものすごく魅力的ですよね。うん、そうですね。何やってやるポイントか教えてください。うん、カスタムは車高調入ってるので、はい、まあ、前はかなり下げてあって、うん、まあ、後ろも割と下げてしまってあります。うん、かなり低いよこれ、はい。確かに。カーベが入ってます。うわ、デザインいいな。はい、で、旗の自動車とグループ M さんで共同開発したエアインテークが入ってます、はい、うん、純正比で 200% 吸気効率が上がるような。 200% だよね、はい、純正比ちょっと見せてくださいよ。あ、ちょっと簡単に、ね、200% だよね、テリーさん、はい、倍ですよね、うん、すごくない200% って。このまあ、被せるだけでも 170% なんですけども、はい、このエンジンフードをカットして取り付けることによって 200% にまで上げることが。すごいね、だけどこれ上げるとどうなんですか。そうです、吸気効率がその上がるので、うん、パワー自体が最大で15馬力ぐらいアップします。あ、そんなにあるんだ。平均してまあ6、7馬力ぐらいは上がると思います。吸排気は決まるよ結構。こちらですね。あ、どうも、そうか、はい、すげえな、200% ってすごいね。ねえ、はあ、こっから吸ってんだよね。はい、足とこの吸気をやってんだよね。そうですね。あとまあ大きくやってるのはブレーキを変えてあります。うん、え、ブレーキ何入れてる？ブレーキはですね、大きめのローターをデッキさんってところで作ってもらったんですけども、はい、電子制御の関係でちょっとリアはパッとあまり純正のままにしてあるんですけど、うん、ローター自体はその中で極力大きく、うん、でそのバランスを考えてフロントはちょっと自由度高いので、はい、まあ、フロントもローターを変えて、あとキャリパーは AP レーシングのものを入れてんだ。中は全然、中、そうですね、私の身長がちょっと低いので、これシートを、うん、あのブリットさんが出した小柄な人向けを入れてある。これも個人で乗ってらっしゃるんですか。そうですね、これ個人で乗ってます。はあ、もともと会社の開発車両だったんですけども、うん、この買い受けてから私が持って買った、はい、A110 はね、人気あるんだよ、うん、いいですよね、うん、サーキットはすげえいいよ、ね、大好きですよ、もうこれは本当かっこいいし、いや、バランスがいい、うん、かっこはいいんだけど、バランスがめちゃくちゃいい。軽いですよね、いや、軽いよ。これ車重どのくらい？1100、もともとカタログだと1130ですね、うん、あ、じゃあ軽量化とかはしてないんだ。そうですね、基本的にはしてないです ね、十分だよね、まあ、アルミ製なんで、まあ、ですよ、うん、そうだよね、はい、本当に今日このためにピンハイタイヤ履いてきました。あ、そうおあと変えてるのはあのフロントのストラットマウントって、うん、ショックのところにあるマウントを、ちょっと変えてます。強度高いものにしてあって、それによって車高も少し下げられる。なるほど、なるほど。あ、これはいいわ。いや、いいよね、A110 本当に。A110 本当にいいですね。なんか
最近の車は大きくなっちゃってるんですけど、そうね、それがちょっとさ、うん、ちょっと嫌でしょ、うん、このぐらいのがなんかいいよね、うん、これはいい。東京のさ裏道なんか通っててもさ気にしなくすもんね、うん、これ幅いくつですか、車幅。幅が180です。あ、うん、そうか。いや、いい大きさだよね。ね、うん、180したらゴルフだね。そうですね。長さは、長さが420。あ、短いわ、うん、いや、いいよこれは、コンパクトで、うん、大きさもいいし、いいですね。そう、今もうさ、下手すると2メートル近いもんね、うん、1.95 とかさ、うん、これはいいや。いい、じゃあ、それじゃあ乗ってみましょう、はい、お願いします。はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。張り付いてるって感じ、道路に。
っと乗りやすい。まあ、粉砕走るにはちょっと足は硬いんだけど、サーキット走ったらやっぱフラットだからさ、これはタイム出るよ。ものすげえバランス高いよこれ。これはいい車だ。めちゃいい。はい。めっちゃいい。めちゃくちゃいい。点数は10点満点。10点。おお。いや、それじゃ10点の訳を教えてください。あのね、もともとのバランスはいいの。はい。A1 点って。うん。で、もともとのバランスはいいんだけど、そのね、なんつうの、パワーを別に上げてるわけじゃないんで、吸気だけで。うん。だからレスポンスもちょっと良くなってるの。うん。だけど、その足とブレーキと、そのなんだろ、怖いところがないんだよ、この粉砕を走っても。ただやっぱサーキット仕様だなって感じるのはギャップに弱いかな、ちょっと跳ねるから。うん、ちょっとこう飛ばされる、ほらサーキットでそのコースレコード出したりしてるから、うん、まあそういうふうに考えたら、まあ粉砕はしょうがないかな。なるほど。いやだけどこれサーキット走ったらめっちゃ気持ちいい車だよね。え、いいですよね。足いい、これいいですか。こんな車庫端だからさ、うん、その辺のやからと一緒かなと思ってたんだけどちゃんとこう動いてる足が、うん、こんな車高落ちてんのに。大友さん、ありがとうございます。よかったね。これはびっくり。もう T シャツもそうだもんね。今日のために作ってきました。そうなんですね。これはいいよ。いいですか。これでもあれでしょ、大友さんとこで売ってるんだよね。はい、在庫しております。これだいたいこのぐらい、今いくらぐらい売ってるんですか。ノーマル状態でだいたい700前後から、うん、でマイナーチェンジ後だとどうしても1000万前後になってしまうんですけども。そうだ、ね、はい、これは本当いいわ。買いですね、うん、皆さん買いましょう。これはいいよ、本当に。とっとと買いましょう、ね、全然辛口じゃねえよ、ね、10点満点以上辛口愛車チェックのコーナーでした。とっとと買いましょう。車のことならアヘ。ガスタムカー中古車販売開店ならアヘッド。改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。車の話、番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。